さーて、疲れたピッコピッコ。結局これで、共有できたって全部言いましたので、あとは、ご自分でいろいろ工夫されたほうがいいかな。まあ、そうだ。言い過ぎたらまた色々なことを気にしね、確かにね。いつもこのぐらいまでしてるかな、もっと言っちゃってたんかな、今まで。その可能性あるよね。じゃあ今回もこういう声にしとこう。ゆるめさきね、ピンと来て、あーって思ったけど、今回言わんとこうって思いました。まずいかったかもしれない。あんまり言い過ぎない。ちょっとずつ最後に言うべきことを減らしていこうとせないと、ね、人類が自立できへんぞということかもしれない。っていうのはね、もう、結局、脱出するのに時間かかると。うちから。最初のきっかけがね、現在、うちに対するデイプであったにしろね。じゃあ、結局、脱出するまでに非常に時間がかかるんだったら、もう、それなりのしっかりした政府を作ろうじゃないかっていうのが、実は、主流の考え方なんです。だから、うちの味方の大人たちがいっぱいあるわけね、まあ政治家を筆頭に。で、そんな面白くないわっていう人たちはどうしても宗教的に走っちゃうかな。で、その宗教は素晴らしいです、美しいですよ、簡単です、シンプルですよって言いながらね、結局、私の味方を非難、排斥しようとする。じゃあ、野党も宗教一緒って言ったら、あ、はたと気がつくでしょ、違うわ。うまいなと。例えば、いつも最後に締めくくりで言ってるおなじみのセリフはあるけど、それ言っちゃったらもう、あれかな。もう完全に、こっちから皆さんに言うべき、言うべきしか言うリーク。うちにリーク、うちがリークすることが許されてるわけよ、そういう政府からね。うちのためにある、見えない政府から許されてる。リークすること。その最後のセリフは、迷った方がいいかどうか迷っています。っていうのは、その、もうちょっとみんなと一緒に深く考えたいかなって気が今回してる。教えずに。だけど、実際に生徒さんとしていらっしゃってほしくはないの。うちの身の危険もあるし、樹里の身の危険もあるし、猫の身の危険もあるし、それよりも何よりも、そのね、それよりも何よりも怖いのは、うちの可愛いご留守状態が危ないですよ。こんなんも、あなた方からしたら興味の対象でも、私たち家族にとってはあなた方があれを見た、うちの子猫を見たことが非常に危険なんだよね。じゃあなんでアップしてたんやっていうことは、和猫の保護の、和猫である日本猫の保護の問題があって、あえてそうしてた。それで、皆さんうちの猫を非常に迫害したと、もう一回言うて、日本猫の保護について訴えてたの。それで、皆様方はうちの猫を非常に迫害した。もう一回言おうか。そのメカニズムを自分で考えたんだよ。違う？じゃあ、やっぱり言った方がいいので言いますね。で、これで終わりやからね、皆さんにうちから言うこと。一緒に考えようというのは、日本猫の保護についてるんだよね、この人にじゃね。それは、うちには来ない。もう弟子はもう取らないし。だからもう、今から言うのが、さよならの言葉です、皆さん。その最後はいつも決まってた。それは、体側の方にとって、要するに体幹をしっかり制御、支配っていうか、管理っていうか、ね、体幹に対して体側がしっかりしないと発狂するでしょ。ね、その大事な要素っていうのは、漢字で表すと哲学。哲学っていうのは非常に体側っていうか、体側的な文字、文字としては。変作りの話ね。そして、もう、ね、哲学でしょ？ね。じゃあ、体感は何なんですか？いよいよカウントダウンよ、皆さん。体感はそう、美学なの。ね。要するに、徳っていうのか、その、儒教で徳っていう術語があるでしょ？用語があるでしょ？それで言えば、体側、大脳などの体側の徳は、功徳はって言った方がいい。うちにとって功徳の方が使いやすい。功徳は哲学であり、そ
そして、体幹にとっての孤独は美学ですよってことね。じゃあね、長々と、お気にありがとうございました。じゃあ、もう、さよならです。ね。というわけで、その、まあ、アップを何かしらのアップするとしたら、もうこういった内容じゃないからね。うちの業務は絶対アップしない。でしょ？当たり前じゃない。クライアントもいるんだし。じゃあ、それ以外の業務。うちの本業以外の業務。それはアップするかもね。何って、もう、お料理とか、あと音楽とかね。あるいは、そうさ、ゲームプレイ風景。じゃあ、ゲームのプロット。じゃあ、出だしの部分とかね、今アップして、今日までアップしてきたけど、それはしばらくお預けね。実際に、アップするかどうかは完全な未定だし、本当はしてはいけないって言われてるけど、ある条件がクリアされたらしてもいいよって言われたよ。まあ、ペルシャからね、イランからね。で、それよりも、そう、書き進めなかったでしょ、そんなことよりも、そんな、なんていうの、脳書きより。脳書きっていうのはその最初のね、脳書、要するに、序文のことね、全文のこと、脳書き。脳書きよりも、そう、本編書かなきゃいけないんですよ、本文。だから、そっちが先、本文書くのが先。それからまた、まあ、本文書いてる途中に、あ、疲れたなと思ったら、またちょっと、ね、なんか、うちの作ってる話ですけど、ちょっとリークしたりして、で、まあ、皆さんとの関係はその部分においてちょっと温まってるかな。続けるかもしれないし。まあ、そんなこんなで、もう、ほとんどの方はうちとお別れでしょうし、うちとお別れじゃない、人たちっていうのは完全に管理されてしまうでしょうし、お別れじゃない人たちはもう管理されるけど、管理されてると気づかない形になるでしょ。どっちが楽かよね。うちのそばだったら責任が生じるでしょ。それは今のあなた方にとっては非常にストレス、非常につらいことじゃない。その割に得るものは少ないって今のあなた方は絶対感じるわけですよ。思うんだし、そう考えてしまうと絶対タイミングと思います。そんなあなた方なんです。だからうちは厳しく説教しました。間に合わないから。ゆとりを持って言う暇がなかったの。ごめんね。だけど、ゲームブックはそんな鬱陶しい説教まみれの世界ではない。でも、今のあなた方なら、説教まみれのゲームブックだと思うかも。うちにとっては全然説教じゃなくても。これも相対性理論ね、文系で。まあ、オンロードやね、陰陽やね、うちにとっては陰でも、あなた方にとっては陽かもしれない。そういう個人差っていうのはね、陰陽を持って対されるのであって、レベル差とかね、じゃないのよね、実は。だって、ブレンドバランスの違いなんだから、例えば星占いってもね、10惑星が12星座のどこに入ってますかって。みんな平等でしょ、10惑星。みんな平等でしょ、12星座のどれかっていうのは。ね、例えば。じゃあ、生まれた日に 10個の惑星が12星座のどのハウスにいますかってことでしょ。全部同じハウスの人も、それはたまにはいるでしょうけど、バラバラとバランス乗って配置されて、これもブルーのバランスでしょ。でも、モテる要素は一緒やない。ね、サイコロ振って出た目だけ他人よりたくさん出せるっていう世界じゃないから、星占いは。ね、じゃあ、バイバーイ。